今日はゴムしか使っていません。こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日はゴムだけで、あと巻かずにできる、ちょっとローポニーのヘアアレンジをやってみたんですけど、めちゃくちゃまず簡単です。ほう。はい。で、ゴムは、合計3つとヘアアクセと使ってるんですけど、あと巻かずにやってるんで、ほんと時間ない朝に、でもちょっとやっぱりこう、ボサボサで家出るのは多分嫌だと思うので、これは本当に使えます。寝癖でも OK な？ OK です。何でも OK で、起きてもうすぐくくるだけなんで、くくり方さえ覚えたら、もうほんと2分出てきます。くくり方っていうのは結び方ってことです。あとすいません、オイルも使ってます。オイル、これ大事です。まあ、オイルは大事です。オイルとゴム3つと、はい、ヘアゴム、ヘアアクセみたいなのゴムを使って2分でできるんだよ。もう2分で、覚えたら2分でできます。2分でできるらしいんで、皆さんよかったらやってみてください。夏に使えますよね。本当使えます。暑い日とか。はい、本当に伝えたいみたいなんで、今日ちょっとお送りしてるんで、参考にしてみてください。お願いします。はい、お願いします。はい、それでは動画、スタート。ストレートの状態から髪全体に N ドットのオイルをつけていきます。毛先を中心にトップとサイドにもつけていきます。トップは鉢のあたりから少し低めに結んでいきます。このぐらいの分量で結んでいます。両サイドの髪を右側に寄せて先ほどくくった上で結びます。耳後ろの髪を左の端で結びます。ヘアアクセのゴムを使います。残った髪の毛を一つにまとめます。トップの部分からほぐしていきます。次にサイドをほぐします。真ん中の部分もほぐします。3ミリ程度で引き出すとベストです。巻かないでゴムだけでできるアレンジ、ぜひ皆さんやってみてください。Thank you.